いやー、坂道ってほんといいっすよねー。見飽きないもん。ところで、皆さんの街にも坂道ありますよね。あれ、上り坂と下り坂と、どっちの方が多いですか？こんにちは、エンジェです。いつもご視聴ありがとうございます。はい。ということでね、坂道から始まりましたけども、ね、坂道、皆さんの街にも、まあ街にちゅうかね、地域にもあると思うんですが、どっちが多いと思います？上り坂と下り坂。ね。もうこれはね、勘のいい方ではね、すぐ気づかれたと思うんですが、同じですね、正解ね。はい。上り坂と下り坂。こっちから見たら下り坂やけど、こっちから見たら上り坂。ね。同じ坂。数は同じなんですよね。でもね、これ、なかなか最初はね、考えますよね。僕もね、最初この問題言われた時に、上り坂って思ってしまったんですよね。多分ね、うちのお寺もこう坂になってるんですけど、門がね、坂の下の方にあるっていうか、低い方にあるんで、いつもその門から見上げてるというか、そっちからこう、お参りに行くことの方が多いので、いつもこう、上り坂を見てることが多い気がするんですね。両方見てるんですけどね。でもなんか意識的に多分上り坂ばっかり見てるんで、なんかうちの近所には上り坂多いっていうふうに思い込んでたんですね。まあ、そんなようなことで、実はね、同じことなのに、ね、見る方向によって上り坂か下り坂かってね、違ってくるだけなのに、その自分が意識してる方がね、多く見えたり、大きく見えたりね、すると思うんですが、まあそんなことをね、示唆するお話だったんじゃないかなと思ってご紹介したことであります。まあ日本にはね、坂が多いですよね。僕ね、函館もね、坂が有名でね、そこも行って好きで写真撮ってきましたが、あとまあ、長崎のね、オランダ坂も来ましたし、京都の三年坂とかね、とにかく有名な坂多いでしょう。なんとかね、福山雅治は桜坂ってね、まあ歌っていたりね、あとなんとか坂、なんとか坂って、まあいろいろね、坂があって、坂っていいですよね、風情があってね。なんか坂って付くと、なんかいいんでしょうね、日本人は。日本人だけかわかんないけど、坂好きなんですよね。タモリさんっているでしょ、タモリさん。タモリさんは実はですね、日本坂道学会の副会長をされてるんですね。会員が2人らしいんですけど、2人のうちの副会長らしいですね。まあ、タモリさんも坂道大好きなそうなんですけども、まあ、坂道というとね、思い出す話、もう一つあるんですね。人生にはね、3つの坂があるっていう話ですね。はい。もうね、ご存知の方はね、あれかとね、思ってここでね、離脱されるかもしれませんが、最後まで聞いてください。はい、最後まで聞いてくださいよ。1つ目がね、上り坂ですね。人生に3つの坂のうちの1つは上り坂、2つは下り坂ですよね。さあ、3つ目は何でしょうか？まさかですよね。初めて聞いた方、おーってなったでしょ。はい。まあ、それが楽しみでね、やってるんですが、離脱しないでくださいね。そういうことなんですよ。まあ、これね、でもね、本当なんですよね。まさかっていうのがあるのが人生ですよね。これ仏教でね、もう諸行無常ってね、言うんですけど、まあ、それを簡単に日常に落とし込んだ言葉で言うと、ね、こんな例えで言われてるんですよね。まさにね、本当にその通りですよね。上り坂ってね、分かってたらね、登る準備もできるしね、心構えもできたり、あるいは下り坂だったらね、転げ落ちないように気をつけようとかできるんですが、そのまさかっていうのはね、準備のしようがないわけですよね、いきなり来るんでね。思ってもないことが起こると。思い通りにいかないことが思ってもない時に訪れるということなんですよね。まあ、まさにね、私たちは実はその一寸先は闇というかね、そんな毎日を生きているわけでありますけどもね、そのまさかというのは必ず訪れるんですよね。自分の、まあ、想定外ということですよね。想定外のことが必ず起こる。ということをね、まあ、起こってからね、お前なーってね、納得していくと思うんですが、そんな風にね、3つの坂があるってね、初めて聞いた方はね、ほほーと思われたと思うんですが、まあこれね、知ってようが知ってまいがなるんです。訪れるんですね、そのまさかがね。それが今日かもしれない、今夜かもしれないということなんですよね。そんな風にして、この人生は無常であるということを本当にね、見つめていくんだと。そして私のこの命ね、こと切れていく命をどのようにね、生きて、そしてそのね、命終わった後どうなっていくのかというね、そのことをね、ゆっくりとまた向き合い考えていくということも、ことがですかね、はい、大事だなっていつも思うんですね。はい。ということでね、今日は坂道の話をしながら、その
3つの坂のねまさかがあるというねことですね。お話をまあこんな話するのちょっと恥ずかしいんですけどね、 なんで恥ずかしいのかな、なんかね小難しいことを言わないとね坊さんらしくないと思われるのが怖いんでしょうかね。はい、ということでまあそんな感じでまあこの話もねしていきましょうかね。これからねもうねちょっとね忙しすぎてねちょっと小難しいね原稿書いてねそれをまた噛み砕いていくっていうのもとてもねちょっとねしんどいなと思ってね、一発そのままアドリブで喋るみたいなねことをさせてください。まあいろいろまたやっていきます。まあということで、はい何の話か分かりませんがということで、また次の動画でお会いしましょうね。よかったらチャンネル登録してくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。エンジュでした。